連合奈良の新春旗開きが昨日奈良市内で行われ、労働環境の改善に取り組む決意を確認しました。旗開きには荒井知事や県内の市町村長、連合傘下の組合員らおよそ200人が集まりました。挨拶に立った西田和美会長は、中小企業が多い奈良にとっては今年が本当の働き方改革の年となります。雇用者労働者どちらも大切にして、より良い労働環境が整うように全力で取り組みたいと、労働者支援への思いを述べました。また荒井知事からも、良い環境の職場には良い人たちが自然と集まりますと、県内出身の若者の定着を促しました。会場には国会や県議会などの議員も多く集まり、参加者とともに労働者の立場から働きやすい環境が整うように決意を誓い合いました。